どうです。ということで、ちょっと髪が伸びてきたのでセットの方法を変えてしまいましたけども、いかがでしょうか。はい、まあそんなことはさておきですけども、久しぶりにやってきました。私が今ちょっとこういうところを見てますと、こういうところチェックしてますよという新鋭ブランドを紹介するというコーナーでございます。はい、自他共に認めるね、アンテナビンビン男の私でございますから、その私がどこを見てるのかというのをね、ちょっとシェアハピしていこうかなと、いうふうに思いますと。で、今回ですね、ご紹介する、ブランド2つですね、2つほどちょっとピックさせていただきましたので、こちらちょっと紹介していこうと思いますが、面白いことにこの2つ両方とまたアジアのブランドなんですよ。最近やっぱちょっとね、目につくのが、別にアジアで見てるわけじゃないんだけど、ポッと目についたのが結果、あ、これもアジアのブランドなんだなと、いうことが増えてまいりまして、やっぱちょっとアジアのね、勢いっていうのがどんどんポコ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 、ちょっとムーブメント来てるなと、いうふうに思ってます。はい、じゃあ早速一つ目いきましょう。一つ目、ジュン・ウェイ・リン、ジュン・ウェイ・リンというブランドでございます。まあ、この辺ね、今回は編集頑張ってこの辺ポンと出しておきますけども、ジュン・ウェイ・リンというブランド、はい、これ一つ紹介させていただこうかなと思います。こちらですね、一応まあ中国のブランドですね。デザイナー中国人の方で、女性の方でございます。写真は載せませんが、意外にちょっと可愛い方でしたね。ジュン・ウェイ・リンという、ブランドでございます。で、こちらのブランドは設立がですね、2015年くらい、2015設立なので、まあ、言うて3年くらい、3年目とかっていう感じの、まあ、若いブランドですよね。で、デザイナー自身も非常に若くて、すごいんですよ、このデザイナーさんが、結構経歴が。本当に15歳でね、国を飛び出して、なんかアメリカ、ニューヨークで勉強したり、ロンドンで勉強したりとか、して、なんかそこでいろんなね、こうファッションの勉強をした後に、まあ2015年、なんだ、ロンドンのファッション、なんだ、カレッジオブ、アートだっけな、なんかちょっと忘れました。ロンドンの結構名門の、学校を卒業した後に、まあジュンウェイリーという、感じでスタートさせたようなブランドでございます。まあ、いかんせん、ちょっとやっぱまた今回もですね、情報がね、あんまり出回ってないもんですから、その辺はちょっと、勘弁いただきたいんですけども、はい、そのようなブランドでございます。で、まあ、例のごとくね、この辺にまあ写真ポンポンポンとね、こう、貼っつけていきたいなというふうにも思います。なのでまあちょっと参考にしていただければいいかなと思いますが、まあなぜ僕がここをおっとなったかっていうところですが、まあちょっとパソコンでね、画像とか見つつお話ししようかなと思うんですけども、なんていうかね、どこか、こう、クリーンで、まあちょっとクラシカルな、まあ感じあるんだけど、ちょっと一癖あるっていうところがね、なんかかっこいいなというふうに思いまして、一番僕がこのブランドをね、こう知るきっかけになったアイテムがあって、それが今年の18年の秋冬のアイテムなんですけど、トレンチコートとかブルゾンなんですけどもね、ちょっとね、JW とかロエベっぽいんですけど、チェックの裏地というかがちょっとこう、表に見えてるような感じの、まあ、アウターがあって、この辺出しておきますけども。それを見たときに、あ、かっこいいじゃないですかと。こんなあるんですね、と思って、これでちょっと一回アイキャッチになって、で、こう見ていくと、あ、結構かっこいいじゃんと。確かに、なんていうか、近年言う、インスタ映えじゃないですけど、画像映えするかって言われたら、多分そういうブランドじゃないんだろうなと思います。で、実際多分着たりとかして、物を見ると多分、より一層わかるようなブランドで、ビジュアル的に何かすごいインパクトがあるかと言われると、あんまそういうタイプじゃないんですけど、ただこうなんか、雰囲気とか見てると、あ、なんかかっこいいじゃないですかと。うん、普通になんか、まあ、どちらかというとなんかね、カラーとかそういうブランドに近いような価値観かもしれないですね。ブランドのタイプ別で言うと。なんかそういう感じで、ちょっと癖があるというか、ちょっと一癖ある。まあ、そういうところが、なんか、あ、かっこいいじゃんと思って。なんかいいなと思ってますね。はい。なんか派手さ一発というか、なんかそういう感じではなくてね。よりこうリアルグロスというかウェアラブルな形で、まあ色合いとかもそうですし、もうかっこいいですねと。うん。まあ女性のデザイナーなんですけど、なんかすごい、かっこいいですね。と思って、非常に注目。うん、これやっぱね、最初にお見せしたトレンチがすごい好きですね、僕的には。
まあその過去のねコレクションもまあ遡って見ていただいたらいいと思うんですけど、まあなんかそういう感じですね。そこまでバーンというよりは、うん、ちょっとこうアクセントを加えるというかね、まあそういったような雰囲気の中国のブランドでございます。はい。インスタのフォロワーもね700何人とかでね、もうだいぶ少なくて、うん、でもいいと思いました。はい。それが一つ目ですね。ジュン・ウェイリンというブランドでございます。はい、次。二つ目がですね、ユーザー、ユーザーとね、最初何て読むか僕もよくわかりませんでしたが、ユーザーというブランドです。こちらはですね、韓国なんですよ。こちら韓国の新鋭ブランドですよ。もうほんとね、これはどっちかっていうと、もうほんと今のね、ユースカルチャーのね、なんかこう、を反映したような感じの、まあ、ちょっとストリートっぽくもあり、あ、本当になんか、あ、新進気鋭のブランドですねっていうような雰囲気でございます。で、一応ね、コレクション自体は多分ね、16年くらいからね、発表しておりますんで、まあ、ブランド設立の年まではちょっと僕もね、追い切れなかったんですけど、まあ、16年あたりにはやってる。まあ、なんで、まあ、2、3年まあ、設立して2、3年の非常に、まあ、若いブランドで。韓国、ソウルを拠点に、されてる。まあ、ブランド、デザイナーも韓国人の方でしょう。ということで、ユーザーって感じですね。これはね、結構ね、今っぽいです。本当に。変態感がすごい強くて。でも、その中でもなんか変態なんですけど、結構ね、なんか新しさとかもあったりして、僕は結構ね、まず一番アイキャッチで、こう、おーってなったのは、確かね、17年の SS とかのね、コレクションで、なんかこう、同じものをこう、バーっと重ねるというか、なんていうのこういう手法が。重ねていくってコラージュじゃないですけど、パパパパパパと連続するようなデザインで、こう服を作っていくっていうような、まあ、こうワッペンなのか、何かのこうデザインなのか、こう連続させていくみたいなのを見たときに、お、これ面白いなとかっていうふうに思ってね。あとはこう、まあ、ブルゾンとかね、緑のブルゾンとかでこう、パパパ、ババ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 と同じところでこう連続して、ポケットとか、この襟の、ここの胸のところのデザインとかが、パパパパパッとなっていくとか、面白いなっていうか、面白いものづくりだなというふうに思って、ちょっとこう注目しましたね、それで。で、今年の秋冬、今シーズンに関しては、あれを結構、あのデザインを結構採用してて、何かと申しますと、あの、ドローコード?こう、絞る系のデザインが結構意外に多かった。確かあれ18の秋だった気するんですけど、絞る系のね、あのデザインが非常に多くて、あ、なるほど。さすがやなと。さすがこう、ちょっとなんかその辺の、まあちょっとデザイン、モチーフをこう採用してる時点で結構いいですね、というような感じでございます。結構ね、これ K-POP の、影響もあるのかな ?K-POP のアーティストとかも来てたりして。うん。まだ結構、こう、やっぱり韓国の若者中心に、注目を集めてるような感じですね。あ、日本でもね、ちょっと、取り扱い店ありましたね。LHP とかでちょっとやってて、今シーズンとか、始まったみたいで、ああ、やっぱ早いですね、と思ったんですけど。結構、韓国初のブランドの中では結構いいんじゃないですかね。うん。結構19年の SS のコレクションも、インスタグラム見ていただいたら、全部バーっとかってて、インスタの方がいいかもしれないです。このブランドを見るにあたって、公式のサイトを見るよりも、インスタグラム見ていただくと、もう、一目瞭然で、ルックの画像とかバーっと、どちらかというとやっぱインスタ中心なのかなというふうに思いますけども、見ていただいたらなんかブランドの雰囲気とか、なんかわかると思います。まあ、変態性プラス、ちょっとストリートというかね、なんか、そういう感じで、ちょっとまあ、ダブレットにも近いっちゃ近いような雰囲気もあるかもしれないけど、またちょっと違うかな。うん、もうちょっとこう、変形っていうか、形が面白いって感じですかね、どっちかっていうと。コンセプトがっていうよりも。なんかまあ、そういうようなね、ユーザーっていうようなブランド。結構いいんじゃないかなというふうに私は思ってね、ちょっとこう注目しているところでありますけども、はい。まあそんな感じで、今回も例によってですね、まあ最初の一つ目二つ目、ジュン・ウェイリンとユーザー、インスタのアカウント、優しいので僕ね、リンク貼っておきますから、
もしよろしければチェックしていただければ、まあ、チェックしていただいて損はないかなというふうに、思います。はい、そんな感じで、やっぱアジアがね、暑いですね。アジア暑いなということを再確認した次第でございます。はい、そんな感じでございます。では。